レンティの聖母は、イタリアのルネサンス期の画家、カルロク・リベッリが1472から1473年頃に制作した絵画である。盤上に、テンペラと金で描かれており、オペブス・カロリー・クレパリー・バネティと署名されている。1944年以来、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。個人的な祈祷を目的とした商品で、 おそらく1790年頃に、アスコリピチェーノのピエル、ジョバンニ・レンティの家でオルシーニが見た作品である。署名には、通常の C ではなく、K が付けられている。この時オルシーニが見た作品の他の候補として、アンコーナの聖母があるが、この作品には、カロリーではなく、カロリーと署名されている。本作に関する最初の決定的な言及は1852年の、 もので、クライサのジョーンズコレクションにあった。その後、1871年にベアリングコレクション、次にノースブルックコレクションに移った。デュビーン兄弟は1927年に作品を取得し、ジュール S ・バッシュ二条として、最終的に現在の所蔵元であるメトロポリタン美術館のコレクションに入った。欄間の後ろに、半身像の物思いにふける聖母マリアが描かれており、 幼子イエス・キリストは聖母から離れてクッションと布地の上に立っている。布地には画家の署名がある紙片がついている。幼子イエスは小鳥を手に掴んでいるが、これはイエスの将来の受難の象徴である。聖母の背後にはカーテンがあり、ベネツィア破壊画の影響を示している。カーテンの両側には風景が見え、画面上部にはパドバの典型的な装飾要素である葉。 リンゴ、キュウリのついた飾り紐がある。カタログページ。2021年8月1日閲覧閲覧。ピエトロ・ザンペッチ、カルロ・クレバリー、ナルディーニ・エジトレ、フィレンツェ1986。ありがとうございます。